皆さんこんにちは、ともみです。今日はアユのメイクをしていきたいと思います。今回のアユはあのアルバムベストの時のあの頃のアユのメイクを作っていきたいと思います。まずアユのポイントは大きく2つ。もちろんその1つとしてはトラブルがゼロのあの綺麗な毛穴のないような肌作りです。2つ目は何といってもあのアイメイクです。あの頃のアユのメイクを皆さんにお伝えしたいと思います。透明感を出すのに最適なのがこのじゃーん、ハリウッドエアーです。この頃のアユの肌の色は少し白いので、ファンデーションも少し白めの色を使っていきます。こんな色になります。まずは顔全体に薄くのせていきます。全体的に塗れたら次はトラブルを全部隠していきます。この赤みとかシミ、そばかす消していきます。ヘアブラシだととても均一に早くムラがなくのせることができます。カバー力がとても強いので下地なしで大丈夫です。コンシーラーとかを使うと色味をとても気にする方も多いんですが、エアブラシを使うと同じ色で全部赤みやクマ、くすみが均一に消せるのでとても簡単です。こういったほくろなんかも全部消えちゃいます。これでベースができました。続いてハイライトとローライトを入れていきます。アユの肌作りには欠かせない、まずハイライトは目と鼻を結んだこの三角ゾーンと額、真ん中ら辺ですね、と眉毛の下、顎のラインに入れていきます。色味はツヤと艶を出してくれるシャンパンスノー、そして少し肌となじませるために先ほどのバニラという色を混ぜていきます。シャンパンスノーの色を3滴、バニラを1滴入れます。こんな色です。見えますか？かなり明るいです。まず眉の下です。眉間の間入れてきます。この部分に入れると凹凸感もすごく出て血色もよく見えます。鼻筋をしっかり出すために特にこの部分にはハイライトを入れます。続いてローライトを入れてきます。ローライトは濃いめのキャラメルを使っていきます。アユのローライトは特にこの鼻筋の横と眉毛の下にしっかり入れるのがポイントです。そして自分の輪郭とアユの輪郭を照らし合わせた時に一番いらない部分をどんどん入れていくと簡単にアユの輪郭になることができます。私の場合は特にこのここのお肉削ってアユの輪郭に近づけたいので、ここを特にシェーディングに入れてきます。これぐらいの濃さです。このこめかみのあたりに入れることでふっと顔がちっちゃく見えることがポイントです。鼻筋に入れるときはこのパーティーブロンズという茶系の色を少し足して濃くしていきます。 1,2 滴入れてしっかり混ぜます。これぐらいの濃さです。眉の下から鼻筋にかけてしっかり入れてきます。一気にやるよりも少しずつレバーを引いて
グラデーションを作るように出てきます。ヘアブラシだとグラデーションをすごく簡単に作ることができます。続いて眉毛を作っていきます。この時のアユの眉毛の特徴は少し直線的な眉毛で少し短めなのが特徴なので、それをじゃーん、このステンシルを使って簡単に作っていきます。アイブロウの色はこちらの緑1滴とオレンジ2滴、黄色1滴、パーティーブロンズ1滴で作ります。こんな色です。こんな感じです。続いてアイメイクをしていきます。目を大きく見せるためにアユはこの粘膜のところに白くラインを入れることで目を大きく見せることができます。続いてアイラインをブラックのアイペンシルで描いていきます。リキッドのアイラインでしっかり囲んでいきます。続いて下のラインを入れていきます。下のラインはこの3分の1を少し太めで全部囲っていきます。この時先ほど塗ったこの白い部分を見せるようにしてその下にラインを入れます。そして目頭はこのまま少しオーバー気味に中に入れていきます。続いてアイシャドウをのせていきます。アユのアイメイクの特徴はラインとまつげをしっかり出すことなので、アイシャドウはとてもナチュラルに入れていくことがポイントです。なのでほとんど色がないようなこちらのシャンパンスノーとメーベルベージュ、こちらを1対1で入れて軽くツヤを出していきます。続いてこちらのパーティーブロンズをグラデーションで入れていきます。目尻を濃くになるようにこっちから入れていきます。こんな色です。最後にこちらのブラックを使ってアイラインを少しぼかしていきます。こんな色です。この目尻側だけ少しだけ入れていきます。続いてつけまつげをしていきます。今回のつけまつげはじゃん、こちらを上に使っていきます。下まつげはじゃん、このナチュラルなものを使っていきます。続いてチークをのせていきます。チークはとてもナチュラルにしたいのでハニーローズを入れてきます。入れる場所は中央には 何も乗せないようにするためにこ
横から、こめかみの横からこのラインに自然に入れてきます。こんな色です。最後にリップを仕上げていきます。リップはベージュ系のちょっとヌーディー寄りにしたいのでファンデーションを混ぜていきます。色味は明るめのバニラとレッド、ホワイトを混ぜていきます。今回はバニラ3滴、レッドが1滴、ホワイト2滴です。こんな色です。完成です。これでアユメイクができました。